建築カフェ。はい、始まりました、建築カフェ。私はパーソナリティ、建築デザイナーの藤村正嗣です。はい、そしてアシスタントの竹村麻里です。この番組は毎週月曜日5時30分から生放送でお送りしております。あの先々週、はい、あの葛葉の方でね、はい、住宅ができたので、はい、あの見学会をやりますって話をしてたと思うんですけど、はい、あのまあ、見学会にも結構たくさんの人来ていただいたんですけど、はい、あのやっと写真がね、はい、できてきましたんで、はい、あのちょっとラジオの方ちょっと見ていただくことできないんですけど、ね、ユーストリームの方にちょっとだけあの、はい、ご覧いただこうかなと思うんですけど、ユーストリームの方だけちょっとね、見えます。もっと上げてくれた、まあ、ラジオの方にちょっと説明しますと、はい、約ですけど、はい、8メーター×8メーター、高さも約8メーターという家なんです。すごいですね、キューブ型ですね。キューブ型なんです、はい、で僕は、まあ葛葉ボックスという名前を、はい、まあ、その形からね、はいはい、名付けたんですね、はい、で、まあ、ボックスなんですけども、はい、まあ、家なんで、はい、そのまあ、ボックス状の家の中に、はい、その家族の思いとかね、はい、その部屋の、まあ、間取りとか、はい、全部こう詰め込んだという箱なんですね、はい、でその中に、まあ、雨が降ってくる吹き抜けってコートヤードみたいなのも作ってるんですけど、はい、その四角い、まあ、建物の中にですね、はい、まあ、穴が開いてて、はい、で雨が降ってくるんです。そこから光が降ってきたり、風が吹いてきたりっていう穴を開けた。中庭好きですもんね。中庭好きですね、はい、僕ね、はい、でというのはその都市型の住宅なんで、はい、まあ、富士山が見えるわけでもね、鴨川が見えるわけでもないんですよ、はい、うん、だから結局ね、どこに自然を求めるかとか光を求めるってなると家の中に求めるしかない、はい、でというのはこの向かい側が全部こうマンションでね、はい、高層ので、上からわ覗けるわけですよ、はい、うん、だからそれが困るっていう話 でまず閉じて、はい、ね、そこから開けるなんて手法を取ってるわけですね。ですから、まあ、ちょっとした都市型の住宅の、はい、まあ、提案かなというふうには思ってるんですけど、まあ、こういうものが、まあ、できたんで、まあ、ちょっとだけこう、はい、ユーストリームで紹介させていただきました、はい、はい、この番組は伊賀の浅田建築、亀岡の芦田建設の協力でお送りしております。私たちが作りたいのは建築物ではなく住まいという場です。年月を経て住む人に馴染んでくる、そんな住まいを提案します。伝統の匠の技と本物の素材にこだわった注文住宅を建築するなら浅田建築にお任せください。詳しくはインターネットで浅田建築と検索してください。建築ぶっちゃけトーク。はい、このコーナーは毎週ゲストをお招きして建築の裏表、建築何でもぶっちゃけ話のコーナーです。はい、はい、本日のゲストをご紹介いたします。はい、リビングビジョンのデザイナー田辺美和さんにお越しいただいております。はい、田辺さん、こんにちは。こんにちは、こんにちは、よろしくお願いします。久しぶりですよね、会うのはね。久しぶりですね。ですよね、はい、まあ、大学の後輩に当たる人なんです。あ、そうなんですね、はい、はい、ですからもうすごくお付き合いとしてはもう長い古いお付き合いなんですけど、まあ、もちろん事務所も別なんで、はい、やってる仕事はちょっとバラバラなんですね、はい、でリビングビジョンという名前で、はい、事務所を設けられてるんですけど、もう一人、はい、そうです、ね、パートナーがいてて、はい、2人でやってるんですけども、野上樹里っていうのがいてまして、はい、ね、うん、で今日はちょっとこれないんですよね。そうなんです、ちょっと他の現場で、ね、現場で、うん、忙しくてこれ、はい、はい、ね、で、まあ、リビングビジョンでいろんな、はい、建築設計とかね、はい、その店舗のデザインをやられてるんですけど、はい、さっきちょっと聞いてたんですけどね、はい、なんか今美容室が佳境に入ってると、デザインが、まあまあ、はい、これからですけど、これからなんですね、これから佳境に、うん、はい、入るんです。ちょっとその話を美容室と今、はい、はい、そうですね、聞こうかなと思うんですけど、はい、そう、どんな美容室なんですか。ね、まあ、個人さんなんで、はい、で、まあ、外のこう部屋さんに勤めてられて初めて独立すると、うん、初めてその会社を辞めて独立したって1号店やね。そうなんです。1号店の設計を田辺さんがやるんです。溢れてる時なんです。はい、で、まあ、その方ご本人もちろん夢溢れてるんですけども、もちろんそうですよね、ご協力、そのご家族ですね、家族ね、はい、ご家族もものすごく夢を、なるほど、なるほど、はい、全員が乗っかってる感じで、はい、
やらはんのは一人ですよね。そうなんです、ね、美容室やらはんのはその、はい、今美容室勤めててそうですご本人さんお一人でご本人の、まあはい、息子さんになるんですかね。そうですね、その5月の息子さん、はい、で打ち合わせは家でやってるんですか。そうなんです、ご自宅がもう計画地から近いので、そちら伺って、はいはい、ご家族全員でなるほどなるほど、お話しすると、なら田辺さんが打ち合わせに行くとなると、はい、家族が円卓のように囲んで図面を前にして打ち合わせするわけ。そうですね、もうちょっと細かく言うと、はい、お父様とご本人さんが、はい、打ち合わせ一緒に、はいはい、机に使う、必ずお父さんが横にいや必ず、はいはい、でお父様から口を切られるでその他のこう妹さんやらお母さんやらその他の方々はだいたい 2,3 メートル離れたところから 2,3 メートル離れてんじゃん、離れてちょっと遠巻きにちょっとテレビとかちらっと見たりしながら耳がザッとこうこっち向いてる感じ、はいはい、る気になるみたいなね、意識はこっちみたいな、どんな店になるのか気になるみたいな。そうですそうですそうです、なんかあれですか、雑誌の切り抜き持ってきたりしてはるんですか。そうですね、一応こういうのがいいなっていう、うん、まあ、家具こういうの置きたいっていうのを最初持ってこられたんで、それ以外はね基本的にお任せな感じだったので、うんうんうん、まあその家具が割とイギリスの、はいはい、ちょっと伝統的な感じの、はい、チェスターフィールドっていうタイプの、はい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 、なので、まあ、それを軸にデザインしてという感じなんですけども、うん、はい、でそのそれは息子さんの趣味なんですか。そうですね、だと思うんです、うん、ご本多分ご本人だと思うんですけど、うん、まさかお父さんの趣味が、お父さんがそれにこう困難性とかあんな性とか言わはる。そうですね、まあ、一応ね、もちろんご本人さんにお任せはされてるんでしょうけど、はい、多分きっとね、私思うに一家の長としてこういろんなところをこう目を、はい、俺が目を配らないとと、なるほどなるほど、そういうことできっとね、もう排水がどうなってるとか、はい、はい、基礎はどうなってるとか、はいはい、新築なんでね、はい、あ、そういうようなそうなんですね、そうなんです、そうなんです、そうなんです、だからそういうこう建物の重要なところをお父様がこう入られて、はい、でこう内装とかデザインのところは一応ご本人さんがという、そうですよね、とこなんですけど、まあ色も指定してなぜかお父さんが、お父さんがこの色にしたらどうかとか言わはるわけですか。でそれでこうちょっと不穏な動きになると、ちょっと離れてらっしゃったお母さんとか妹さんたちがこうじわじわっと寄ってこられて、はい、何言ってるのっていうような感じで、色まで口出したらあかんよみたいな、そうそうそう、それは違うやんっていうことを、こう息子さんが自分決めたらいいんやと、そうなんです、ね、だからすごく私は逆に楽させていただいてて、はいはい、ご家族全員がこう援護射撃っていう感じで、うん、ねって言ってくれはるんですね。そうです、すごい、なんか仲のいい家族ですよね。基本的にすごく仲のいいご家族ですね、うん、はい、でなんか賑やかそうで面白そうやね、本当に楽しい、もうテンションも高いですし、うん、こう乗っていける感じでいいですね、うん、2時間あっという間の打ち合わせ、2時間あっという間の打ち合わせでもほらそういう家族と打ち合わせしてると、まあ、店舗の話もあるけども、うん、なんかほら全然違う話もしたりしないですか。そうですね、お父さんがどういうことをされてたとか、うん、まあ、主にお父さんの話ですね。主にお父さんの話でね、主なお父さん主にお父さんですけど、まあ、九州から来られてとか、あ、そうなんや、そういう話とか、まあ、仕事どういうことされてたとか、まあ、お役所に勤めてらっしゃったみたいなんですけどね。あ、そうなんですか。うん、でこう建築の現場とかを見るような担当いらっしゃったので、うん、はい、はいはい、余計に、まあ、知識持ったってことね。ね、そうなんです、だから素人じゃないんですよね、うんうん、だからちょっとこう口挟みたいと。そうですそうです、うん、やっぱこう責任持っていろいろ注意されると。なるほど、だからもう本当にね説明すると納得されるんで、うん、非常にやりやすい、うん、いいご家族ですね。楽しそうですね。いやでも打ち合わせが楽しいと出来上がりがいいもんできたりしますよね。ですよね、うん、そうですよね、うん、あれって不思議やけどそれでね、はい、なんかほら あまりにお互いに僕も含めてね、はい、設計者も、うん、はい、その施主さんも無口でね、はい、でこういうとこ言いたいんだけどちょっと黙ってよみたいなことがもしあったらですよ、はい、できてから大変ですよね。そうそうそう、だから全部吐き出して良いか悪いかもは結果はちょっと別にしてね、うん、はい、こんなことやりたいあんなことやりたいと、で僕らはできるできひん法律はこうなってるとか、うんうん、技術的にこうやとか行動的に加えた説明させてもらって、はい、そのギリギリのところでね、うん、全部吐き出した中で納得して作ると、はい、問題起きないですけど、本当そうです、そうですね、やってほしいだけじゃな、うん、ダメですよね、法律とかありますよね。そうそうそう、特に新築やとね、はい、この頃やっぱ厳しいですからね、うん、最終完了検査まで取らないとできないんでね、うんうんうん、
でも新築 の, あの店舗って意外と面白いでしょ。そうです ね, ねでなんかしかもね私、うん、あの初めての平屋なんですよ。ああ、そうなんや。そうなんですよ、うんうん、だいたいやっぱり住宅やと2階建てとか ね、まあ普通は ね下手した3階建てとか、うんうん、平屋贅沢ですね。でしょ、うん、はい。だからねちょっとそれもあってワクワクして、うんうん、ワクワクですね。そうなんです。まあ平屋あの店舗だけっていうことなので、はい、平屋っていうのももちろんあるんですけど、うん、こう土地自体も小さいんですよ。あ、なるほど。そこへまたさらにこう平屋でギュッと入れて、うんうん、はい、しかもそこに車止めてみたいな、ね、ちょっとパズル的にはなってるんですけど、うん、ちょっと平屋っていうのがすごい個人的には楽しみなんです。意外とでもそういうもんってあの、うん、収作っていうかいいもん生まれる可能性ありますね。ねえ、うん、なんかこうほら思ってるよりやっぱり重さも気にしなくていい、うん、普通はね、はい、だから2階建てとか3階建てだと、はい、上が重いから下をがっちりとかね、うん、いろいろ考え方としてあるんですあるんです。そうなんです、うん、だからこう大きいリビング取りたいねんけど、うん、はい、無理とかね。そう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 、うん、それはあるんですよ。ここに柱出るとかね、うん、柱立てないと無理とかね、うん、それあるんですよ。そうなんです、うん、で僕らこう、ね、ラフ書いてる段階それが分かるんで、うん、あの無茶なことしないんです、うん、そうですよね、うん、でも平屋とね上がないので屋根だけなので、うん、結構針飛ばせ割と飛ばせるし、あ、いいですね。そうなんです。天井も高く取れたりとか、でバランスが取りやすいじゃないですか。そうですね、ね、平屋ってそうです。外観がこれちょっとプロ同士の話で申し訳ないけど、いやいやいや、2階建てになると、あの2階建てまだましだけど3階建て、そう、3階建ての時のバランスってね、もう絶対背高のっぽになるんですよ、はい。そう、うん、でそれをどうしてこうバランスよく見せるのかってすごい難しいよね。難しいですね、うん、なるほど。平屋と割とこうバランス自在にできるっていうか、そうなんです。逆に高さ伸ばして天井とか高すのは自由なんで、うん、はい、そうなんです。まあ言ったら3メーターの天井とかね、4メーターの天井、はい、平屋で取ることできるんで、なるほど。それって木とかじゃなくて鉄筋とかでもそうなんですか。やっぱり 下がしっかり、あの、あ、重さはね、そうです。あるし、そう、鉄筋コンクリートでももちろん2階よりも一層の方がやっぱり軽い、そう、そうです、鉄骨もそうです。面白いですね、うん、そういえばマンションとかって、うん、上の方が広い部屋あるけど下の方に広い部屋がないなと思って、そういう発想に近いですね。そうですね、柱も大きいです、うん、下の方がマンションは、あの鉄骨でも、あ、で、ね、まあ、10階建てだとしたら、はい、1階の柱の鉄骨の大きさと、はい、上の鉄骨の大きさ違うんですね、そういう重さの荷重の計算するとね、そう、うん、だそう、柱1個でね、トイレぐらいの大きさがあったりっていうのは本当に下手したらもったいないって感じですよね、うんうん、だから平屋と細く作れる。あ、木造ですか。木造です。あ、木造ね、木造やったらもう壁の中に構造体隠れちゃうんで、うんうん、あの結構自由にできますね。そうなんですよ、平屋とね、本当にね、こう外観がこう家型の屋根がこう、はい、できるしね。そうなんです、可愛、ね、らしい形にできる、ちっちゃい可愛い家型なんです、今予定が、うん、見たいなぜひ、できたらぜひ、はい、だいたい竣工がいつぐらいですか。ね、一応年内にオープンしたいということなので11月末頃には竣工しようかなと、うん、まあ、差し支えなければだいたいの場所は、あのね、京都府の久美山っていうところがあるんですよ、うん、南の方ですよね。そうなんです、うん、あの、うん、久美山のイオンが多分有名だと思うんですけど、はい、ね、もうあの近くですね。なるほどね、はいはい、そしたらまたあのオープンしたら教えていただいて、うん、ぜひ、ま、建築カフェでもお知らせできればと思いますので、はいはいはい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは田辺さんのリクエスト曲に参りたいと思います。首里英子の白い小鳩です。
明日建設は人々の成長と幸せの創造に置き、確かな品質で応える優しさに包まれる住まいを日々探求してまいりました。建築って一度建てると50年ぐらい経ってるから長いお付き合いになるんですよね。だからホームテ選びは人柄で選ぶ時代、明日建設、富士にもおすすめですよ。私たちの思いで素晴らしい地域を想像してまいりましょう。想像してみてください。優しさに包まれたなら明日建設。匠のなんでもこーい。はい、このコーナーは建築のことなら疑問難問何でもビフォーアフターの匠藤兄がお答えしようというコーナーです。はい、お答えしましょう。はい、また恋愛問題や人生相談にもお答えしちゃうかもということなんですが、はい、人生相談ね、あんま来ませんけど、ね、来ないですね。ね、はい、今日は2通、はい、ありがとうございます。ちょっと3週連続じゃないですか、たっくんさん。たっくんさん、ええやん。、はい、もっと送ってくださいね。毎週聞いて見てますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ユーストリームって便利ですね。はい、他におすすめの番組ってありますか。他にって建築カフェでいいじゃないですか。これも見てくださるなら。あのヨネさんのあれがね、はい、水曜日、水曜日に同じ時間に私出ております、うん、ラジオでおっしゃってる番組あります。おうちゃんもおすすめ。はい、もう一つは言わへんっていうね。はい、もう一つ あるやん。いいです、いいです、まあ、もう一つあるけど、うん、あんまり下手かもしれへんから、うちが。次行きましょう。はい、次お便り、はい、二つ目いきます。、渡辺義之さんですね。はい、ありがとうございます。はい、藤兄まりちゃん、こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。本日はお願いのお便りですと。なんやろ、お願いですって。はい、お願いですか。はい、先日個展の案内のハガキが届きました。はい、古典ね、はい、表には、はい、益子町在住の、はい、益子のね、はい、創作陶芸家、陶芸家さんね、川又功先生の応援展とあります。はあ、はい、はい、陶芸家の方ですね。そうですね、はい、差出人は伏見工業、はい、工業デザイン科、はい、2期3期卒業生有志主催、はい、川又功先生を応援する会でした。はい、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 まあ、みんなでそのそうですね、恩師の陶芸家の先生を応援しようということですよね。はい、はい、添えられていた文章を抜粋しお伝えします。はい、在学中熱心に彫塑を教えていただいた川又先生は、はい、現在栃木県益子町で陶化、ね、はい、釜を開き、まあ、そういう陶芸の釜をやってはるんですよね。はい、はい、開き創作活動をされています。はい、昨年の東日本大震災で窯は損傷し、今までの作品は全て失い、皆様の励ましでやっとピエロ展を開催するまで元気になられましたと。あ、それはまあ良かったですね。はいはい、その矢先、はい、先日益子町を襲った大竜巻ありましたね。竜巻来ましたね。はい、そういえば、はい、はい、その通り道に立つ先生の工房はまたも大被害を被り、大被害を被りました。はい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 、2年連続の被災は先生の心に大きな傷跡を残してしまいました。はい、もう一度頑張ってほしいと我々教え子と先生が手を取り合ってこの展覧会を開催いたします。以下略ということなんですけどね。すごいですね。はい、これは本当偉いですよね。その教えてもらった先生に、いい先生なんですね。先生なんでしょうね、多分 ね、こんだけみんながこんなして応援しはるっていうことは ね、うん、そうですよね。うん、みんなでこう展覧会をやってはるわけでしょ、ね、これ、はい、すごいな。日時言いますね。はい、日時は6月の22日、はい、金曜日から、6月28日木曜日、はい、11時から、17時ですね。はい、月曜日はお休みとなりますね。はい、場所は京都市左京区、はい、正午院縁富町、はい、47-5、はい、京都グランドハイツ1階、ギャラリーベニ、ギャラリーくれないって感じですね。はい、はいはい、芝須熊野神社前ですということです。そうですね、はい、ギャラリーベニって結構有名なギャラリーです。そうなんですか。はい、ですから、はい、知ってる人はよくご存知だと思うんですけども、はい、まあ、ぜひね、ギャラリーベニ、じゃあ検索したら出てきそうですね。出てきますね、多分。はい、結構ご存知の方はギャラリーベニかぐらいの感じでしてはると思います。はい、結構古いギャラリーです。はい、はい、私自身先生とは1年生の1学期に習い、習ってはるんですね。はい、そうですね。その後すぐ退職されたため、思い出というほどの思い出はありませんが、はい、一人でも多くの方に頑張っている先生のことを知ってもらおうと思い、はい、藤人の力をお借りし、はい、応援展の開催をラジオで伝えていただくことを思い立ちましたということで、どうぞよろしくお願いします。はい、ということです。渡辺義之さんね、はい、こういうことに建築カフェ使っていただくのも大賛成で、大賛成ですね。はい、どんどんこう
候補したいと思いますのでね、はい、お聞きの皆さんであのぜひねその川俣先生の陶芸展見に行ってあげてくださいよ、はい、ね、そうですね、このギャラリー紅、はい、多分ねこれ聞いてはる人って結構ね、芸術関係の人多いですよね、はい、だからぜひ行ってください、はい、僕も益子町は何回か行ったことあって、はい、そのまあ陶芸の産地なんですね、で結構大きい産地で、はい、まあ、僕の友人とかも、はい、陶芸家でいるのはいるんです、はい、で 今これで気づいたけど、うん、はい、竜巻来たよねよく考えたらねえ、うん、どこに行って見てなかったですわ。そうですわ、僕もそのはっきり、はい、映像は見ているけど、そうそうそう、映画見たいやな思って、だけどそのどこで誰があってんの聞いてなかったけど、はい、これはでも大変な被害に遭ってはるんやですね、2年連続ちょっとかわいそうです ね、 うですね、やっぱりその、はい、竜巻もそうだし、その地震が起きるとやっぱ峠って割れてしまったり ね、はい、うん、そうですね、うん、ね、釜自体もね、自分の作品が ねえなくなるって、いや悲しいよ ねこれ。だって富士に震災の時に家流れてくる見てて悲しかった言ってはりましたもんね、そうそう、うん、すごい僕はなんか建築家なんで、はい、もう竜巻もそうなんですけど、はい、なんか家とか建物がねこう流されたり竜巻飛ばされてるのが、ね、はい、ものすごいギュッとくるのね、まあ、あれ誰の家か知らないけど、はい、設計した人が必ずいるし、はい、建てた大工さんも必ずいるわけです。そうですね、でその人たちの気持ちをふっと思うと、はい、もう建物がいうシーンで映るのが、まあ、大体ああいうシーン映るじゃないですか、はい、建物がね、流れていくとこが映りますよね、もうなんかねすごいこう胸が痛みます僕は、はい、うん、だから僕こんなこと言ったらあれけど、はい、自分の設計した家はどうぞ何にもなってほしくないと思います、ね、いつも思う、これ自分一人よがりで申し訳ないんだけど、はい、本当ね何になってほしくないと思いますね、はい、ということでギャラリーベニー皆さん、ね、ぜひ行ってあげてください。僕も行きたいと思いますので皆さん、はい、ぜひねギャラリーベニーの、川俣先生の展覧会見に行ってください。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ということでこのコーナーでは建築の相談を受け付けしております。はい、ファックス番号が 075-253-6901 075-253-6901、 E メールの方が info@radiocafe.co.jp info@radiocafe.co.jp です。また歌よりもお待ちしておりますのでどしどしお送りください。そうですね、今日みたいに、はい、こういうことをラジオで言うてくれとかね、はい、こういう質問以外のものも大歓迎いたしますので、はい、ぜひ、はい、メールで送ってください。はい、はい、それではもう今日はお別れの時間が参りました。それではまた来週建築カフェでお会いしましょう。お相手は藤井こと藤村正嗣とアシスタント竹村麻里でお送りいたしました。はい、それではまた来週、さよなら。この番組は岩の浅田建築、亀岡の芦田建設の協力でお送りいたしました。